さんこんにちは。東京の物件探しから戻ってきました。今日はそのことについてお話ししていきたいと思うんですけど、その前に結構リクエストをいただく泊まったホテルの映像をお届けしたいと思います。はい、私たち家族が泊まったお部屋はこちらです。ベッドが3つあって部屋の広さはこんな感じでした。3人で過ごすには十分な広さだったかなと思います。でパウダールームとバスルームがこちらです。レインシャワーといって天井からシャワーもついていました。トイレも清潔感あって快適に過ごせました。でこちらがホテルの朝食のスムージーです。レタスとパインだったと思うんですけど、すごく美味しかったので家でも作ってみたいと思っています。夕食プレートはこんな感じです。トーストにヨーグルト、グラノーラ、スクランブルエッグにベーコン、サラダ、白身魚のフライ、オニオンスープだったかな。もうね、理想の朝食でした。で夜ご飯は夫がうなぎをごちそうしてくれました。これはキモクシですね。とても美味しかったです。で、名古屋に戻ってきたら、ナナちゃんが鏡餅になっていました。かわいい。で話は物件探しに戻るんですけど、もうたったの2日間で住む家を決定するっていうのはかなり大変でした。私は名古屋市内ですでに2回引っ越しをしているんですけど、その時はどちらも数ヶ月かけてじっくり選べましたし、周辺の様子もゆっくり調べることができたんですけど、今回は2日しかなかった上に東京の事情が全くわからないので、視聴者様のアドバイスと不動産屋さんのおすすめ情報を照らし合わせて、まずエリアを決めました。で私たちが今回希望していた物件が 3LDK で、築浅、駅近、まあ、中学校とスーパーが近いといいなっていう内容だったんですけど、もうこれだけの条件を満たす物件は希望するエリアにほとんどなかったです。それでも1日目はヒットした物件に実際内見に行ったんですけど、実際見てみると部屋の雰囲気が写真とは違っていたり、車の出し入れが難しいかなとか、こういろいろ思うところがあって、もう本当に住みたいと思う物件には出会えなかったです。で調べると条件に当てはまる物件ってたくさんあったんですよ。でもいざ不動産屋さんに聞くと、ほとんどが定期借家ですと言われました。定期借家というのは同じ物件に住める期間が決められているんですよね。もうオーナーさんが2年とか3年で戻ってくるので、それまでしか借りられないということです。でもその分家賃は相場より低く設定されていました。我が家はまた息子が高校生になったタイミングで学校の近くに引っ越してあげてもいいかなと思っているんですけど、もう確実に2年後3年後その家を出なきゃいけないってかなり不安ですし、落ち着かないと思ったので、普通借家の物件で探すとまたね、かなり物件数がなくなったんです。あとはネットに掲載されていても契約済み物件も多かったです。これに関しては物件情報の更新が間に合っていないんですよね。だからネットにあるからといって確実に空いているというわけでもないですし、逆にネットに掲載されていない物件もあります。あとは法人契約が無理とか、逆にそれ珍しいなと思ったんですけど、オーナーさんが海外に住んでいる場合は税金の関係なのかな、まあ、そういう物件もありました。あと1月完成、2月完成の物件に関しては世界的な半導体不足で給湯器が品薄になっているので、いつ物件が完成するかわからないため契約ができないという問題もありました。東京は 1DK とか 1LDK の物件が一番多くて、 3LDK とか 4LDK はそもそも少ないらしいですね。やっぱりこう単身者の方とか学生さん向けが多いのかもしれないです。で2日目は不動産の方もかなりいろんなところに問い合わせてくれて、頑張って探してくれて、もう1軒だけ最初に希望していた 3LDK で、築浅、駅近、まあ、中学校のスーパーも近い、実際内見に行っても、あ、ここいいんじゃないかなという物件に出会えたので、そこに決めました。ただ今の家よりはかなり狭くなります。もちろん場所は東京なので、名古屋と同じ家賃で同じ広さの物件なんて絶対無理だなって分かってはいたんですけど、
キッチンもリビングもトイレも今よりかなりコンパクトで、収納も少ないですし、多分同じ 3LDK でもこの家の3分の2くらいになるんじゃないかなと思います。でも広さや家賃は会社の規定もあるので、もうそこは妥協するしかなかったです。手狭になったから今のこの家に越してきたのに、また物をたくさん手放して引っ越ししないといけなくなったので、もう残念というか悲しいというか何とも言えない気持ちなんですけど、もうそこに決めるしかなかったです。もうそんなこんなで次のお家での動画はかなりコンパクトな生活をお届けすることになると思うんですけど、ぜひそんな私のライフスタイルも楽しみにしていてください。あ、引っ越しはまだ先なので、年始はもう少しこの家からの動画が続きます。はい、そして今年の動画はこれが最後です。本年も大変お世話になりました。皆様お体に気をつけて良いお年をお迎えください。ありがとうございました。